一柳忍は、キャンディーアーティスト、マーシャルアーティストジュエリーデザイナーとして、アメリカを中心に、世界で活躍している。ニックネームは、シャンザ・キャンディマン、シャンザ・キャンディ・スカルプター、シャンザ・キャンディ・ーアーティスト等。作家の佐野正幸は、札幌光星高等学校の同級生で、一柳が渡米の際、羽田空港まで見送りに来てくれた竹馬の友である。両親、 一柳治む、都の次男として誕生。1971年、札幌光星高等学校を卒業。アメリカの文化とアメリカンドリームを夢見て飛べへ、ロサンゼルスにて、重視の数子、スミスとその夫、ジョン・スミスの下で暮らし始める。1971年、札幌光星高等学校を卒業と共に、親戚のあるロサンゼルスへ飛べへ。 インターナショナルビジネスの勉強に専念するため同年、レセダハイスクール入学。1972年、ロサンゼルスバレーカレッジ入学。1974年、シーさん入学、その後中退。1971年、ディシーダ高校の英語学部で、同クラスの寺沢まさに出会い指示し、3年間のアメザイクの修行に励む。寺沢は、 後世のアメ細工の恩師となる。1973年、寺沢誠二に弟子入りする。3年の見習いをエプロのアメ細工師として活動を始める。1978年以降、プライベートパーティー専門のエンターテインメントとなり、現在はセレバティを専門に、米国を中心として活躍している。2016年、3月3日放送のテレビ朝日、グッド。 モーニングにて、交友のある、アメリカ時期大統領候補、ドナルド・トランプの知られざる素顔について証言。日本メディアの取材を一切拒否するトランプ氏に唯一、接触した日本人として独占インタビューを受ける。2016年、10月10日放送の J. コム・フラホロ、札幌人図館に、外線出演、第45代アメリカ大統領、ドナルド・トランプとの交流や、 北海道の未来へ向けての世界的展望について熱く語る。2018年12月、お騒がせ、セレブとして有名なキムカーダシアンのクリスマスパーティーに出演。キムが撮影した一柳のアメザイクの動画をキム自身のツイッターに投稿した途端ブレイク。2019年日本にまで飛び火し、日本でのテレビ出演依頼が相次いだ。 2019年2月15日、テレビ東京、ところさんの学校では教えてくれないそこんところ、出演、番組コーナーの3分で完成、超高速アートにてユニコーンを披露、2019年6月9日、読売テレビ、グッド、地球便出演、ニューヨークでのパフォーマンスやロサンゼルス自宅でのインタビュー、札幌にいる92歳の母親に対する思いや、 交流が放送された。宝石鑑定士の資格を取得する。最高級の飴細工と宝石の美しさには共通点があることに気づく。鑑定という能力を美しいものを作り出すことに生かす。30歳を機に、米国宝石学会の GG を習得する。1982年、デシャンジェブインターナショナルをロサンゼルスにオープン、卸し、小売業に専念し、 宝石の新境地を築こうとするが、経験不足により断念、倒産。2010年、ロイヤル・ハー &LLC を設立。同年、サンデザインカナダドルソフトウェア V6 を習得。2011年、3D イスイン、カナダドルソフトウェア V7 を習得。2013年、スギライトの正当評価と理解を普及させるための、活動、プロジェクト S1000 をスタート。 ありがとうございます。